太郎です。ありがとうございました。締めまごだ、お願いします。はい、ということでね、はい、ということで、今回はね、このうわ、新しい女の子入ってきたからってニヤニヤして。はい、ということで、ね、この5人でね、今回は、スカイウォーターでございます。レディゴー。はい、ということでね、シュラは女子ということで、やっていこうと思います。マジかよ、あいつ。マジかよ、なって。何のことだ。
落ちろ、あっちのなんか島のところではなんか変態バッド変態してくる、こっちなんかなんか女の子だとなんかじゃあね、俺待てないね、俺待てないね、ちょっとクッキーバードと女の子だけど、ちょっと待てないね、クッキーバードと女の子だけど、はい、マジか、変態が決まったよ、はい、俺変態、俺変態、うわ、マジか、マジか、うわぁ、はい、ということでね、2回戦やっていこう、幸せ、無理やりすぎだろ、はい、ということでね、第2回戦やっていこうと思います。今回は、この2、3をね、モチーフにしたということでね、やっていこうと思います。せー、2、1、レゴー、あれ、あと見ちゃった、さん、ドSいいですね、やりますね、俺はこうやって手を繋ごうと思って、あ、
そうか、決めに行くか。殴んないで。なんかどうでもいいところで戦闘始まってんだけど、俺らのことは絶対ね、ほとんど。よし、じゃあそうそう、決めますね、ゆうた。一戦かますか。なんか落ちたんだけど、え、あれ、なんか落ちたんだけど。マジかよ。みんな動画楽しみにして、なんか奇襲攻撃してくれるよ。あれ、なんかクロー君がなんかあれ振り向かえて、はい、ということで、2回戦ともね、ユータの勝ちということで、まあね、まあ皆さんにとっては残念な結果となりましたが、お許しください。まあ、本当はね、ここでユーミンさん勝つべきだったね。そうだね、そうだね、そうだね。ということで、僕のメンバーでやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。では皆さんご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバーイ。